ん？あそこにいるのは。よう、アスナにプレミア。あ、キリト君。ごきげんよう。二人して何してたんだ？プレミアちゃんに私からも戦闘を教えてあげようと思って。君のおかげでどんどん上達していってるけど、同じ再建使いとして何か教えられることがあるかなって。そっか、確かに片手剣の俺じゃ再建についてはわからないことがあるからな。アスナの説明もとてもわかりやすいです。本当？よかった。じゃあ俺はここで見学しとこうかな。なんだかちょっと恥ずかしいかも。なんでだよ、いつも一緒に戦ってるだろ。それはそうだけど。アスナ、さっきの続きを教えてください。あ、うん、じゃあ続けるね。こう、ソードスキルにタメを入れて打ち出す感じ。普段の構えをもう少しだけ胸を張った感じにすると、ソードスキルにつなぐ時の体の運びがスムーズになるよ。胸を張る、こうでしょうか？うんうん、そこから気持ちを乗せて一気に打ち抜くの。気持ちを乗せる？あー、ごめん、これはうまく伝えるのが難しいな。じゃあちょっとお手本を見せるね。口で、やっ！おお、さすがだなアスナ、ソードスキルの発動がすごく早い。やっぱり先行様だ。ちょっとからかわないでよね。ごめんごめん、でもいつ見ても惚れ惚れする剣さばきだからさ。プレミアもそう思うだろ？はい、とても驚いています。どうしてアスナの剣はそんなに速いのですか？戦闘に慣れてるからかな。あ、ちょっと待って、少し違うかもしれない。それだ、そうだね、守りたいからかもしれない。守りたい？うん、大事な人やみんなのことをね。だって剣が素早かったらみんなが傷つけられたりする前に相手を抑えられるかもしれないでしょ。大事な人を守る？うん、守るためには早く強くなくちゃいけないから。あ、プレミアちゃん、後ろ！後ろ？敵がポップじゃなくて奇襲だ。はぁ、大丈夫だった？プレミアちゃん。はい、傷一つありません。よかった。俺が剣を構える頃にはもう切りかかってた。さすがだよアスナ。だって敵が見えたから、プレミアちゃんにもし何かあったらと思って。アスナ、あなたにとって私を守ってくれたということは。もちろんだよ。嬉しいです。私があなたにとっての大事な人で。なんだかまっすぐこっちを見つめられながら言われるとちょっと照れちゃうかも。ああ、これは誰でも照れるな。アスナはいつだってこの速さと強さで多くのものを守っているんですね。ああ、そうだよ、何度も俺やみんなのことを守ってくれたんだ。もう二人ともやめてってば、なんだか恥ずかしいよ。それよりプレミアちゃん、練習の続きしよっか。背後には気をつけなきゃだけど。はい、教えてください。明確な目標ができたので、これからさらに努力が必要になりそうです。
明確な目標って？今、はっきりと見えたんです。私もアスナのように、早く、強く、なりたい。プレミアちゃん。なるほど。剣に気持ちを込めるっていうのは、こういうことか。俺もアスナに負けないぐらい、強くならないといけないな。みんなを守るために。私、プレミアちゃんにとっていい目標でいられるように頑張るね。